パンパン詰まってる。なるほどね。ちょっと見栄えがすごかった。あ、しますどうもどうも。うんうん、緑提灯がちょっち買ってたな。どれ調整しますか。今何分け。それで、もう散歩を始めてから5年ぐらいにはなるんですね。そしたらある日こうあるとったら、ん、何やかこれは、これ ねえじゃろ先生ねえ、来て、あれは赤穂の木じゃない？おろろろろろろろ、あ、この下水にまで伸びておったわけであります。それで私にここから電話があってですね、と思ってもないけどね、行け行けと。で、たまたま私も暇だと思うんですけどそうなんですね、ないじゃ違うわけですよ。それで行き来てはそこへ止めさせてもらいまして、すごいだろうって言うから、すごい、じってびっくりしたわけですよ。それでこれをこのまま放っておくと、いずれこの辺を清掃するとかいう時に暗記も根腐れして倒れてちっちゃれてきたら怪我をするとかいう話になって、絶対切られると思ったんですよね。切られる前に祀っちゃおうと。それでこれこそ根性だと、これこそど根性である、ど根性でもってことに挑んで成就したい方に、受験生であれ資格を取る人であれ、何か目的を持ってる人、努力している。でまた他力本願ではなくて自力本願でやりますという投資を持っている人にですね、ぜひここにその志を投資していただいて、頑張りますという誓い立てをしてですね、もし叶った時にはここに私の連絡先書いてありますので、叶いましたと、私は頑張りましたと。頑張った人がここにこうやって乗るわけですね。乗せてよかですよって言った人は、それからこれからまた今から頑張ろうというものも、こうやってここで皆さんに見てもらおう、光るっち引きやせんどん、そういう趣旨で、ここの建物の管理をしている枕崎漁協さんにお願いをしに行って、そういうことだったら枕崎の、まあ、ちょっとした陳名所になるだろうかな、治安整備私がやりますから、ね、やっておりましたら、やっぱりそういうことが好きな人がですね、派生をしてくれまして、それで、いや、鳥居を建つんだというのが、また異業種交流会の中に、それを製材所中、ね、同い年の、そしてまた同い年の、ちょっとそこ行ったところの、田町電機という電気屋さん、彼はクレーン車を持っている。それで通産は廃材とかもらう、あのいらない木で、それもあのヒノキらしいですけども、こうで鳥居を作って、昨日朝、うん、建てました。ではこれから皆さんで祈祷式やります。はい、行きましょう。はい。じゃあちょっと、すみません。ここはまだ片付いてませんけれども、まあ、お許し願いますけどね。じゃあ。
プリントペアのはここにないので94歳これがさ、映らないわこんなんじゃストレートな94歳からです9枚満ちされるんですね。